どの国でも学園ドラマは不動の人気を誇り欠かせないジャンルだ。有名俳優がかつて無名時代に人気ドラマの生徒役を演じていたという話はもはやあるあるだろう。写真、今や実現不可能なラインアップのドラマ、ドリームハイ、キムスヒョンの貴重な歌唱シーンもそして学園ドラマのマストアイテムといえば制服。日本の学園ドラマは 10代により近い年代が生徒役を務める印象が強いが、韓国では20代で学生役を演じている作品もしばしば。ここではスター俳優たちの貴重な制服姿が見られる学園ドラマを紹介したい。ドリームハイ2011年未来のスターを夢見て芸術専門学校の門を叩いたティーンズたち。挫折や困難と向き合いながら愛と友情を築く感動ストーリー。 2PM のテギョン、ウヨン、元ミスエイの筋に加え、キムスヒョンに IU、IU、と、今や実現不可能な豪華ラインアップだ。応答せよ1997、2012年、主人公たちが学生時代を過ごした90年代と、放送当時の2012年を行き来しながら書かれたノスタルジック青春物語。エーピンクのチョン・ウンジとソイングクのカップルは大人気となり、 同年の受賞式ではベストカップル賞を受賞した。相続者たち、2013年、財閥の御蔵師と苦労人の女の子が出会い、運命に抗いながら心を通わせていく学園者。ドラマ撮影当時、移民ホは26歳だった。ピノキオ、2014年、放送局を舞台に嘘の中で生きる青年と、嘘をつけないヒロインの恋を書いた大ヒット作。 嘘をつくとシャックリが出てしまう、ヒノキオ症候群の稲役を演じたパクシネは、後にシャックリをわざと出す演技には苦労したと語っている。恋のスケッチー応答せよ1988、2015年応答せよシリーズ第3弾。今は主役級となったパク・ボゴムやリュジュンヨルらが出演した大人気ドラマだ。高校生を演じていたリュジュンヨルは、この時なんと29歳。 トッケビーくんがくれた愛しい日々、2016年、今も韓国ドラマファンの間で根強い人気を持つドラマ、トッケビ。学園ドラマではないが、キム・ゴウン演じるうんたくが高校3年生として制服姿を披露していたため、ラインアップ入り。キム・ゴウンは25歳ながらも、見事高校3年生に扮した。赤いマフラーはうんたくのトレードマークだ。恋するレモネード、2017年、ドラマ、 社内読見合い2022で一躍スター俳優となったキム・セジョンが校内で起こる不可解な事件に巻き込まれる中で恋や友情を織りなす学園青春ロマンス。v 々 c チャンドンユンの制服姿は必見。悪霊狩猟団カウンターズ2020年、好評につきシーズン2が制作されたものの、放送局が変更となる異例の作品。交通事故で両親を亡くし、 自身も杖なしでは生活できなかった青年が特別な力により悪霊と戦うことに。主演のチョビョンギは動画だが、当時24歳だった。女神降臨2020年軽カルチャー好きには顔の天才の肩書きで知られるアストロ、アストロメンバーチャウヌの出演作。素顔にコンプレックスを持ち、メイクで変身した同級生をチャウヌともう一人のイケメン俳優。 ファン・イニョプが奪い合う胸キュンストーリーだ。ファン・イニョプもリュジュンよる同様、29歳で高校生役を演じた。あの頃、君を追いかけた、2025年公開予定、台湾映画、あの頃、君を追いかけたを韓国版リメイク。トゥワイスのダヒョンとジニョンが主演を務めることが明らかになり、話題を集めている。ジヌを演じるジニョンは、 32歳にして18歳のジヌに噴し、初恋物語を書く。よろずーニュースシーみゆき。